ロイドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、うん、徳島県徳島市までやってきました。うん、おお、徳島。これね、結構前に行った、うん、動画なんですけども、はいはいはい、前からね、ずっと行きたかった、うん、猪谷さん行ってきました。お昔ね、うん、あのラーメン博物館に、はいはい、ちょうど自分がね、スペインから帰国した時、はい、できてて、まあ、もう20年ぐらい前の話なんですけど、うん、なんか徳島ラーメンっていうのをね、うん、ラーメン博物館の中で見た記憶はあって、うん、その時からずっとね、行きたかったんですけど、今回やっと行けました。はい、行きます。ゴー。じゃん、中華そば。すごいシンプルだね、うん、すごいね、うん、目立つんですよ店が、うん、はい、ということで中に入ってすぐ左にね、可愛い券売機があって、本当だね、うん、わ、見やすいね、とってもそうなんですよね、うんうん、ということで、うん、まあ、普通に中肉ってやつ、うん、なんか中肉飯を中肉って本当にシンプルな、うん、この字型になった、うん、なんか よく吉野家にあるような、ああいう感じのね、お店の内装でしたね、うん、なるほどね、はい、ライス、あ、まあ飯なんですけど、あ、飯結構ね、あの大盛りでしたね、はい、はい、ということでやってきました。おお、これはもうそう、この、ね、卵もねトッピングしたんですけどね、うんうんうん、これはお、いいビジュアルだ、これなんか茶色系っていうね、うんうん、なんかそういうあれあるらしいんですけども、うんうん、麺膜と自分今までね、うん、茶色系っていうの何回か食べたことあるんですけども、うん、いまいちピンとこなかったんですよ、正直。あ、うん、いただきます、うん、ちょっとね、うん、期待の第一投ということで、うん、いやこれちょっと期待が持てるね、このビジュアル、そう、見た目がねすごいですよね、うんうん、うまい、うまいんだ、なんかね、ドロッとした感じを想像するとそうじゃなくて、うん、まあ、ものすごくすっきりしてる、へー、で、甘さが控えめなんですよね、うん、あ、そうなんだ、うん、結構甘さ強いイメージあるもんね、そう、なんかね、徳島ラーメンってね、なんかそういう感じがあるんですけども、うん、これはね、そんなに、ね、甘さが前に出てくる感じじゃなくて、それでもうまず、うん、あ、これすごいなと思いました。あと麺も、うん、結構こうパツッとしたね、そういう感じの麺です、ね、いいやつだね、うん、この肉がまた特徴的だもんね、そう、なんかこうね、うん、煮込んである、うんうんうん、本当にすき焼きのようなね、うん、味付けなんですけども、うん、これはご飯が必須だよね、めっちゃ進みますよ、しかもね、この麺が本当にうまいんですよ、へー、いわゆるこのチャーシューではないんですけども、うんうん、本当にこのバラ肉を煮付けてあるっていうかね、確かにこれスープが甘すぎるとくどくなる時あるもんね、そうそうそう、だからって味が、うん、あの塩辛いかって言ったらそうでもないっていうね、絶妙なこうなんていうんですか、しょっぱさとこの甘みを、はい、うん、兼ね備えたっていう、いや、すごい食べてみた、うん、メンマがまたうまかったですね、なんかボリッてしたそうに、うまいな、まあ、こんな感じですねわかる、声が聞こえてきそうだった今、うん、あ、とにかくこの麺が、うん、秀逸でした、へー、あー、まあ、なかなか麺が秀逸っていうのがね、うん、珍しいかもね、こうなんか九州のちょっと、うん、なんていうんですか、宮崎とか、うん、あっちの方に行ったらこれぐらいの太さの麺があるじゃないですか、うん、ね、なんかそんな感じを思い起こす、ちょっと想像しやすかった、でこれ結局ね、ライスだいぶ後になってから食べてるんですよ、うん、あ、そうか、麺とスープの相性がめちゃくちゃ良かったと、うんうん、もうそれだけで結構いけましたね、うん、これでたくあんとかついてる、結構嬉しいですよ、きたーって黄身、確かにこの黄身攻撃、あ、これ一番最後にいつもやるんですけど、あと終盤にね、うん、まずはスープから、はい、まあ、うまいに決まってますね、まあまあそうね、うん、なんかすき焼きラーメンとかっていうらしいですけど、これ入れればもうますますそんな感じです、そうだよね、やっぱ卵を入れるとこうバランスがこうまた違った風になりそうね、結構まろやかになりますよね、うん、ね、いやこれ美味しそう、ダメだよ、だれが出てくる、出てくるこのビジュアルだけでうまそうっていうね、うん、その心つかまれますよね、うんうんうん、あ、もやしも入ってんだ、もやし入ってますね、徳島ラーメン入ってますよね、あ、うん、いやこれちょっとやっぱり独特だよね、徳島の方ってね、うん、本当に、うん、いやこれはかなりいけてよかったね、いけてよかったですね、今までいつもね、いけなかった結構お客さんの出入りもあるね、そうですね、うん、
ちょうどね、うん、3時ぐらいに行ったんですけども、それでもやっぱお客さんね、こう、受け入れありましたね。ちょっと学校の教室の冊子のような。そうですね。はい、ということで、ごちそうさまでした。と思いきや、そう、そういう間だったのね。行くでしょう、これ。はい、このまた、器が良くないですか。いい、ね、ね、谷いいの、違う違う、井の滝ね、はい、ごちそうさまでした。はい、はいはい、ということで食べてきました。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまそうでした。美味しそうだった。いやうまかったですね。本当にね、うん、絶妙な味付け、味わいでしたね。これがまたね、うん、なんていうの、見た目でわかる美味しさ。そう、うん、もう今まで、うん、結構徳島にはもう何度も訪れてて、うん、で徳島ラーメンっていうのを何回も食べてるんですけども、うん、これは今まで食べた、うん、あの茶色系の中では、うん、びっくりしました。いやそれは食べ、あのね、自分前食べた時に、うん、キャラ濃いじゃないですか徳島ラーメン、はい、なんとなく前半で結構こってりすぎると、うん、もう卵の黄身溶く頃には、うん、くどいって思ったことすらあったから、うんうん、すごい今日も聞いて羨ましかった。確かにこのお店によってはすごいこう何ですか、濃すぎる時もあるし、もう甘さが強かったりとかそういうのあるんですけども、これでも全国的に見てどこの県の人が食べても好きな味なんじゃないかなと。いやいいな、分かる気がする。うん、そんな風に思いましたね。あとね、あの豚肉が硬いイメージがあったんですよ、徳島ラーメンって。めちゃ柔らかかったです。塩梅もよく、塩梅もよかったわ。もう本当に徳島ラーメンって本当にうまいなと今回再確認しましたね。で麺もうまいって言ってたし、麺めちゃくちゃうまい、メンマもすごくうまそうだった。なんかゴリッと太そうな、うん、あのこうパッとこうね盛り付けたように見えつつ、うん、すごいこう美しい見た目で、これね本当すごいセンスだなと思いましたね。もう徳島って言ったらもう自分の世代、って言ったらもう池田高校来ると思った。ね、野球で言ったらもう池田高校で、うん、歌えるよね、うん、でしょ、うん、で、あと阿波踊り、はいはい、とあと阿波彫法、魚釣りのね。あ、そう、もう阿波彫法で、まあ、自分がちょうど二十歳前後の時に阿波彫法というのが流行って、はい、なんかもうそれをね、うん、その頭しかなかった、うん、ですが、ね、うん、今はもう本当徳島ラーメンが、うん、もう頭の中をこうなんていうんですか、締める、締めるぐらいに、なるような一杯でしたね。そこまで言わせる。とにかくその系統がまたいろいろあるっていうのもちょっとこう面白いなと思うし、うん、なんていうのかな、どこにもないなんていうのラーメンだよね、うん、でね、うん、やっぱりこう徳島ラーメンっていうのはなんかちゃんとした定義があるのかなと思うじゃないですか、はいはい、でこういろいろ見たところ、うん、各店舗、うん、やっぱりいろいろ工夫してやってるということで、うん、様々みたいですよね味がね、あーなんかでも前ね、うん、あの井の谷さん食べたことないんですけど、他食べた時にちょっとそういう感じした、うん、結構キャラがねかなり違う、うん、見た目はね、うん、割と似てるんですよ、うん、あの卵が多い、なんか無料で卵があるとこもあるし、うん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 、ライスと一緒に食べる、要するにご飯を食べるためのおかず のような存在だっていうことは前から聞いてたんですけども、うん、本当に全然そうなんですか、キャラが違うっていうか、うん、ここのラーメンに関しては、うん、本当にこう自分はね、うん、ご飯がなくても全然いいんじゃないかなと、あもっとこう大盛りにして食べたかったなと思うようなラーメン、中肉じゃなくね、まあ、この後、うん、あの3系統全部回ったんで、うん、すごい、まあ、最初はこれぐらいで抑えておきます。それなのに会員させるってやっぱすごいね、すごい、うん、じゃあ1杯目っていうのはやっぱこう気合入ってるんで、うん、はい、ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました、はい、それではまた。